はい、えー、今回ですね、私がパンを食べたり、コーラを飲んでるところを見てですね、えー、こういうコメントをくださった方がいます、えー。最悪の食生活。だから顔の黒いシミが増えて老化してくすんで見えるんですよというふうにね、いただいてますけども、これね、私毎日これやってるわけじゃなくて、本当にね、月に1回とかね、数ヶ月に1回これをやってるんだよっていうところを動画で出してるんですけども、まあそれもね、ちゃんとお話しながらやってるんですよね。 うーんこの人ね、だから何を言いたいんでしょうね、きっとね。うーんなんかご不安を抱えていらっしゃるのか、それとも私がね、あの、ジャニーズバリの美男子になることを期待してるんでしょうか。だから顔の黒いシミが増えてって、黒いシミがね、私の顔の90%ぐらい覆ってるんだと私もちょっとビビるんですけども、私自身が気にならない、もしくは私の周りの人が気にならない程度のことなんで、まあいいんじゃないかなと思いますよね。で、老化してくすんで見えるって言いますけども、老化はするんですよ。 私ももう50になるわけですからね。うん、20代ぐらいの若々しさ欲しいですけども、まあとてもじゃないけどもね、無理ですよね。うん、まあいろいろとね、こういうふうに発信をすると、まあやっかみをする人がいるんですよ。菓子パンとコーラうーん、最悪の食生活。すごいですね。私が普段どんな食生活をしてるのかっていうこと、こればっかりやってると思ってるんでしょうね、きっとね。うん、まあでもね、その上のコメントってのはどうでしょうかチョイマンさん。久保さんこんばんは。 この世の中好きなものが食べれてとても幸せだと思います。ただコロナの影響で食べ物が廃棄されているところを見ると大変残念な気持ちになりますっていうところには非常に学びが深くって配慮に富んだものだと思うんですよね。だからね、ここで何が言いたいかというと一つの動画もしくは一つの表現に対して解釈はね、無限に存在するってことなんですよ。心温まる人に配慮をね、忘れないような意味深い、本当に学び深いようなね、コメントくださる方もいれば 単なる自分の主観でね、えー、こう捨て台詞を言って去っていくだけの人もいるということなんですよ。私はどっちが来てもいいかなと思いまして、こうやって情報を発信してるんですけども、おかげさまで、えー、大半の人はね、え当、ー、ほんと心優しき人ばかりでございます。で、他のコメントも紹介したいんですけども、こういうのもありますよ。分かっちゃいるけどやめられない。わかるなぁ、みたいな感じでね。だからね、やっぱり有害なものって結構ね、体に、 いい、悪いのかもしれませんけども、気持ちには良かったりするんですよ。まさに、そういう風な形で、私たちはね、仕組まれているわけなんですよね。で、食べるものとか飲むものって、非常に健康にはね、えー、大事だと思いますけども、ただそれだけで私たちは生きてるわけではありません。 人生の目的は健康に生きることではなくて、やっぱりある意味ね、刺激とかね、危険とかね、有害ってものを合わせ飲んでいるわけなんですよ。もちろん、そういうものばっかりだと、早死にしちゃって、体も不自由になって面白くないですけども、例えば私が、今日ね、パンを食べました。それによって私、どうなんですかね、なんか、人生に、痛烈な疾患が発生するのか、それとも人間関係を極めて悪くなるのかってことを考えると、そういうバランス見るとね、特に悪くなってないんですよね。 うん、ですんでね、この自粛警察ってのがあるじゃないですか。自粛警察ですかとにかく人が自分の価値基準と違うことをやってったら、いちいちね、正論ぶってね、こうやってね、<laughs> 人のやる気をなくすとかね、足を引っ張りたがる人っているんですよ。ね。だから、人にこう暴言を吐いて得することってのあまりないんですけども、多分、今日ね、 えー、このコメントを書いた人は気持ちが良かったんでしょうね。ということで、私は、あの、誹謗中傷の的になることによって、この人のストレス発散に役に立ったのかなと思いながらの今日の放送でございました。皆さんもね、爽やかに一日を過ごしてください。